はい、地震が多いんですけど、皆様は正力松太郎についてご存知でしょうか。読売ジャイアンツや読売ヴェルディになりかけたですね。あれ、ヴェルディ、うまいこと避けたと思うんですけど、正力の。サッカーごときがみたいなこと言ってましたからね。その真鍋常に関しては。ひどいなと思うんですけど、まず、この正力松太郎って、オケとも言われてもないのに、アメリカにゴマを吸って自分の既得権益を拡大するために、地震の多発地域である東北のところに原発を置いたり、あと関東大震災の時に、その時は朝鮮人労働者とか、あと、これあんまり語られてないんですけど、東北の人たちが、窃盗とかをしてるっていうデマを流したんですよね。それで、